します。はい、お願いします。ゆうさんでございます。ゆうです。よろしくお願いします。はい、ます赤いコース。そうです。はい、やってみましょう。よろしくお願いします。はい、できます。はい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 、はい、よいしょ、はい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 、じゃあ足肩幅ぐらいに開いていただいて、そうですね、はい、いきます、はい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 、じゃあ振り返っていただきまして、よいしょ、はい、いきます、はい、はい、それ下ってショートパンツですか、これ血がつながってる黒のやつでスカートにくっついてるみたいな、それは見えない方がいいんですよね、黒ですか、はい、あ、これ全然見えて大丈夫、あ、見えていいやつ、そう、こういうデザイン、あ、どうですか、はい、わかりましたはい、どうしようか、髪後ろにやった方がいいかな、こうですか、うん、その方が、はい、はい、はい、最近スカートの下にショートパンツって多いんですけど、なんかがっつり見えてる方がむしろなんかいやらしさがないんですけど、あ、そうです、うん、微妙に覗いてるといいんだろうかっていう確かにそうなっちゃうんですよ、一旦確認しとかないといけないなっていう、はい、はい、じゃあ反対いきましょうか、はい、はい、うん、画面後ろにしました、はい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 、じゃあ一回正面戻っていただきまして、はい、ここから上ぐらいですね、いきます、もうちょっとそこそこ、はい、いきます、はい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 、うん、はい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 、じゃあ横でいきます、はい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 、じゃあ振り返っていただきまして、いきます、はい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 、立てていきます、よいしょ、はい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 、じゃあ反対いきましょう、はい、はい、OK です。じゃあ椅子を使っていきたいと思います。はい、一回確認します。はい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 。それちょっと椅子ってもうちょっと高くなるかな。ごめんね。なんか普段より低い気がする。あ、おお、めちゃくちゃ高い。高すぎ？大丈夫ですか、はい、で下にあのちょっとステップというかな、引っ掛けるやつがあるので、そこに足かけると、うん、でちょっと斜めになった方が綺麗に見えるかな、少し、うん、そう、
それでもパシフィックさんがメインスポンサーってわけではないんだ。あ、そうなんですよ、トネさんなんだ。トネさんなんだ、はい、工具のトネさん。そうです、レーシングチームです、うん、はい、だから赤いんだね。そうです、はい、これは GT のコースになるの。そうです、うん、みんな色違いパシフィ。そうですよね。この辺かな。じゃあ行きます。はい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 、はい、じゃあ OK でございます。じゃあ一回立っていただきまして、今度はそっち側に回ってもらって、ここに今手つく感じで、でロゴだけ見えるように気をつけてください。もう気持ち前かがみにねっていうか、うん、はい、OK、はい、ちょっと隠れちゃうね、ここがね、反対反対、次も配慮するっていう。よいしょ。よいしょ。はい、じゃあ上から行きます。はい。全身じゃ正面からいきます。起こせ。ちょっとごめんね、これ下げた方がいいな。ユウさんって何年目なんですか。ユウは2年目になります。2年目なんですか。はい。よいしょ。今ここでいろいろ聞くとさ、後でインタビューの時に聞くことがなくなっちゃうんですよ。ネタ切れみたいな。ネタ切れになっちゃう。白々しくもう一回聞かなきゃいけない。やらせになっちゃう。はい。それでお尻ついても大丈夫ですか。大丈夫です。はい、こういうか、こういう感じ。ああ。でもこれもうちょっとお尻下げますか。こんな感じ。はい。うん。でそのトネさんがよく見える感じにして。はい。じゃあコスチューム最後にします。はい、じゃあ OK でございます。はい、じゃあ私服に着替えていただきまして、お願いします。はい、ゆうさん今度は私服でございます。はい、お願いします。ブーツ。そうです、ワンピースです。じゃあやっていきましょう。はい、お願いします。はい、じゃあちょっと、ちょっとこっちかな。はい、一回確認します。はい、ちょっと明るいか、少し。はい、じゃあ行きましょう。全身です。はい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 それ振り返るとどんな感じですか。あ、でも全然ありですね。はい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 。
反対行きましょうか。はい、行きます。はい。はい、じゃあ正面戻っていただいて、よいしょ、レストアップでいきます。はい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 、はい、で横でいきますね。はいはいはい、じゃあ振り返っていただきまして、いきます。はい、はい、うん、はい、私服はロゴを気にしなくていいんで撮るのも楽なんですよね。そうですね、うん、はい、じゃあ、今のままでいいです、ごめんなさい、はい、立っていきます。はい、じゃあ反対行きましょう。はい、こっちよりさっきの方が顔は好きなんでしたっけ？あ、そうですね。でもこっちも別に変わんないですよ。うん。こだわり自分で。変わる子はすごい変わるけどね。場合によっちゃ使えないレベルで、あれですよ。本当ですか、うん、人気のレースクイーンの子でもいますよ。ユウさんの場合はこっちがあんまり好きじゃないんですよって言われても、そうって感じだけど、本当です、ね、他の子でこっちはあんま好きじゃないよ、ないんですよって、うん、だよね。確かにみたいな。そんな非対称の子いますか？います、います。可愛い子しかいないけど、うん、はい、朝目に座っていただいて、はい、アンプリが高くするんだった。よいしょ、はい、全身です。はい、はい、はい、寄ります。横だとほとんどさっきと変わらないんだよ。はい、じゃあもう一回立っていただきまして、はい、さっきやった、前側に手をつくやつですね。はい、はい、はい、うん、よいしょ、寄ります。いきます。はい、じゃあ座って、あ、膝立ちにしましょうか。はい、よいしょ、よいしょ、一回聞きます。はい、はい、じゃあ上からいきます。よいしょ、で椅子閉まっちゃったんですけど、はい、お姉さん座りをしていただきまして、あ、
なんていうの、マーメイド座りっていうんですかね、わかんない。マーメイド座り。ウケる、新しい。これに、よいしょ。こういう感じで。もういや、もう、あれもっと低くできるか。こうしなっと。ここに座って。うん、そうそうそう。で、上から行きたい感じですね。で、ここでレンズを変えたいです。レンズ変えると何が変わるんですか？何が変わる？映り方が変わります。すごいな。今日はこの3本の比較をやりたいんですよね。よいしょ。同じ大きさで、ユウさんを画角の中に入れても、この3本でそれぞれ映り方が違うんです。すごいでしょ。その中のお気に入りとかあるんですか？お気に入りか。お気に入りっていうよりはなんか使いどころなんですよね。だから近くに寄れるとか寄れないとか。面白いっちゃ面白いですけどね。よいしょ。はい、行きます。やっと見つけた。すごい、ちょうどいい。ちょうどいいよね、このぐらいだね。で、レンズ変えます。面白いな。でもレースクイーンの子でも趣味でカメラやってる子ちらほらいますよ。この辺で500万ぐらいですよ。恐ろしい。落としたりしたらぶち壊れるんですか？ぶち壊れますね。落とし方にもよりますけどね。あ、でも全部保険入れてますよ。さっきより背景が広く入ってるんですよね。ってことはどういうことかっていうと、顔がちょっと歪むんですよ。歪むんですね。これ85ミリで、これ105ミリで、これ50ミリなんですよ。で、数字が大きい方が、まあ要は大きく撮れるわけですよ。で、大きく撮るんだけど、これを全部、多分今撮ってる距離が全部違うんですよね。はい、105だからこの辺で撮って今ぐらいのやつ、85だとちょっと寄ってこのぐらい、50だとこの今ぐらいの距離なんですよ。ってなってくると、寄れば寄るほど同じサイズで顔を入れてても背景が広く入ってくるんですよ。っていうことは歪曲してるわけですよ。ってことは顔もちょっと伸びてるんですよ。なるほど、伸びちゃうんだ。だからまあ50ミリぐらい、今ぐらいだったらそこまで、今のサイズぐらいだったら気にならないですけど、もっとぐーっと寄っちゃうとグイーンと伸びちゃう。そっか、レンズだからね。そう。で、あとはもっと35ミリとか24ミリとかそういう風になってくると、もう完全にもうワーンとなっちゃう。小さくなればなるかもしれない。数字がね。スマホもそうじゃないですか。まあ、確かに。端っこの人が伸びちゃうじゃないですか。そうなんですよね。それって四隅が伸びてるから、それをずっと自分の顔にグーッと寄せちゃうと、その伸びたまんまグイーンとなっちゃうんですよ。なるほどですね。はい。こうなりたいから、こう。写してほしいです。っていう時はなるべく望遠で離れて、うん、同じサイズであってもその方が綺麗には撮れる、うん。ただやっぱり撮影会とか
になってくるとスペースに限りがあったりとか、あと基本的にファンの人はほら話がしたいっていうのもあるから、やっぱ近くに寄ってきちゃうよね自然に。それで価格に無理やり入れようとするとの顔が伸びちゃうよねっていう。分かった感じですか。一概に言えないんだよ近くに寄れば寄るほどそうなる。基本的に広角になっていくから、はい、広角のレンズでぐーっと寄っちゃうと歪んじゃうんですよ、うん、で、まあ、これはさすがにめちゃくちゃ歪むから本編では使わないですけど、24ミリとかで、お、もう一回じゃあいいですか。ぐーっと寄るとこの辺が同じサイズなんですよね近いもんね今のでも。へえー、あ、本当だ。ほら、これが本当の顔じゃない、はい、これほらやっぱりさっきはこれが85ですね。50ミリぐらい、あ、ちょっと広く入ってるでしょ背景が。でこれが24ミリ、近っ、もう完全に歪んじゃってるんです。へえー、すごい。あ、それいい、この辺いいですよね、はい、すごいすごい。で一番最初に撮ったレンズだと今度はぐーっと寄れるんですよね。レンズってこの寄った時にある寄りすぎちゃうと今度ピントが合わなくなってくるんですよ、うんうんうん、まあ、それを最短焦点距離っていう専門用語で言うんですけど。ああ、なんか聞いたことある。あるんだ。なんか昔理科かなんかで習いました。そう、それが寄れるレンズと寄れないレンズがあって、最初のこれだともうここにつけた状態だとここまで寄っても合うんですよすごうん、そうすると、うん、ただ花とかその虫とか、はい、そういうちっちゃいものを撮りたいときにはいいんですよ。ですね、とは言いながら女性の顔を撮るときもこれは寄れたりするんで、化粧品とかああいうとき、細かいやつとかにはいいんですよ、ね。まあ、こういう特性を知って撮ってる人も当然趣味の方の中にもいらっしゃるんだけど、やっぱり知らずに撮ってて歪んじゃったりっていうケースもなくはないんですよね。って感じになってきます。はい、でちょっとじゃあ一旦私服 OK でございます。はい、ありがとうございます。はい、